親の資産としての価値がすごすぎて 見捨てられません。でもちょっと嫌いです。あ、それだから折り合いを自分でどうつけるかじゃないの。要はその資産がもらえるっていうのは死ねばもらえると思うんだけど、なのでその死んだ場合に、まあ、子供が何人いるかによるんですけど、その遺留分としてどれぐらい残るかで、逆にその遺書にこいつには絶対渡さねえって書からないのにはどうすればいいかっていうので、戦略的に対応を決めればいいんじゃないでしょうか。水彩画と油絵どちらが好みですか。僕多分油絵の方が好きなのかもな。油絵描いたことないんで分かんないんですけど、なんか見た絵で、あ、ちゃんとしてるなっていうのが油絵の方が多いんですけど、ただそれって結果としてその多く残って、要は歴史的に残ってる絵って水彩じゃなくて油絵が多いので、結果として油絵の方がいいっていうことになっちゃってるのかなという気がします。西洋と日本の瓶のサインに対してでいくと、多分日本はデフォルメをするんですよね。で、西洋はデフォルメをしないでいかに写実に徹するかっていうところが差なんじゃないかなと思います。普天間の跡地にカジノを誘致して沖縄を東洋ナンバーワンの観光地にするという足元さんの案をどう思われますか。無理です。沖はカジノを誘致して経済的なところでうまくしたいっていう地方自治体はいっぱいいるんですよ。で、じゃあそこの権限っていうのは日本の中央政府自民党が持っていて、で、自分たちの命令に従う地方自治体にそのカジノっていうボーナスをあげたいと思ってるんですよ。で、じゃあ沖縄って今自民党に対して従順ですか、逆らってますか。で、逆らってるじゃないですか、普天間基地問題で。で、そういう自民党に立てついてるところにカジノ上げちゃうとかってなると、従順にやってるところがやらなくなっちゃうんですよ。で、むしろ逆らえばいいんだみたいになっちゃうので、なので、あの、自民党に立てついてる沖縄にカジノができることはないんじゃないかなと思ってます。既卒18卒ですが、20年卒の新卒枠で就活したいです。ハードだと思いますが、どう頑張ればいいですか。あ、もう一回大学に入ればいいんじゃないの、大学院とか。労働時間と日照時間で国単位で見ると比例してると思いますか。思いません。なんだろうな、あの、労働なのか趣味なのかってい う、 もう区別の問題になってくると思うんですけど、例えばその昔の東北とかって冬場になると外出れないので内職を結構してたんですよ。で、じゃあその内職もしてたんですけど、ただ家でじゃあその薪をこう集めてきて火を焚くっていうのも結構大変だったりするんですけど、で、じゃあその日常の部分の生活と労働、お金を稼ぐための労働っていうのをどこまで切り分けるかっていうのってなかなか難しいので、そこはもう文化によっちゃうんじゃないですかね。我慢して安くするのはやめた方がいいと思う。あ、これだいぶ古いコメントだったな。外人はスポーツでもエンターテインメントでも何でもいいけど、何をやっても様になるし魅力的に映るから、その時点で負けてる。それは外国で様になっていけてる動画だったり番組だったり映画だったりが日本に来てるからそう思うだけで、あの、外国でもしょうもない人はいっぱいいます。しょうもないものをいっぱい作ってます。でもそれが目につくことがあんまりないという話だと思います。例えば外国人の、あの、踊ってみた的な動画とかって、その日本に来るやつはレベルの高いのが来るんですよ。でもレベルの低い踊ってみた見てもすごいいっぱいあるんですよ。あの、再生数300ぐらいのやつとかを探してみてください。漫画業界はこの先映画のような月額定額制のサービスに移っていったりすることはないのでしょうか。移るんじゃないですか。それが実現した時、漫画家にとって僕はいいことだと思います。あの、なんだろうな、例えばじゃあ尾田栄一郎さんがワンピースの後に何か漫画を描いたら全然面白くなかったとしてもそれなりに売れるんですよ。要はその、あの、漫画の今のお金を払うモデルって漫画を読む前にお金を払うんですよね。読む前にお金を払って買って、で、面白い面白くなかったってなるんですけど、じゃあそのアマゾンの定額制みたいなサービスで全然無名の人でめちゃくちゃ面白い漫画があった時に、これ面白いよっていうのがネット上で伝わると、そのアマゾンの無料の定額のに加入してる人たちは追加でお金を払う必要がないので、どれどれって読んでみて、あ、面白いじゃんっていうので、その無名の漫画、面白い漫画を描いてる人の漫画が読まれる確率が上がるんですよ。
してもその定額制とかがないと無名の漫画家の漫画面白いよって言われても、でもそれにお金払うのはなーってなっちゃうので、でそのブランドを持ってる人だったら多分まあ尾田栄一郎ですって言って漫画売った方が楽だってなるんですけど、僕は定額制の方が無名の人が伸びる可能性があるのでいいんじゃないかなと思ってます。最近読んだ本で一番のおすすめ教えてください。ひろゆきおすすめ本で検索すると多分5冊ぐらい出るのでそれを見てください。一生賃貸で生活できると思いますか？思います。家は買いたくないのですが、老後家を借りるのか心配です。心配しなくて大丈夫です。あの人口はどんどん減ってって空き家はどんどん増えていきます、日本は。なのであの家賃はどんどん下がっていき、お願いだから借りてくださいっていう状態になります。はい。でこれはなんで断言できるかというと、人口が減ってるからです。人口が減ってってもさ、家作り続けてるんだもん、それ余るよ家。ひろゆきさん、マイナンバーをどう思いますか？やはり水商売や風俗関連の仕事は脱税できるのでしょうか？結局でもマイナンバー必須になってないんですよね。だからちゃんと必須にして、そのそれがないと給料払っちゃいけませんぐらいになれば、その違法なお金のやり取りってなくなるんですけど、なかなかそうはならないですよね。家庭の話ですが、20代で親の遺産を3000万円贈与された場合どう活用しますか？貯金する。ラブホテルは今後なくなると思いますか？思いません。あのラブホテル結構儲かるんですよね。ただ新しく作ることが法の規制でなかなかできないので、そういう意味では河川業界として割とうまくいくんじゃないでしょうか。沖縄問題に熱心な官房長官が、沖縄がカジノに手を挙げた場合必ず認めないのねと言ってたらしいです。そうなの？果たして果たしてそうなのかな。ちょっと鼻が痛いますね。マンションをローンで買うのと賃貸に住むと月々の支払いが同じならどっちがお得ですか？本当に月々の支払いが同じなのかな？多分嘘ですよ。あの結局あのじゃあ新築の時に毎月8万円ですっていうのは一緒なんですよ。でも20年経った時にローンってまだ8万円なんですよ。でもあの築20年のマンションって普通にじゃあ賃貸市場に行くと今度は月額6万円になってたりするんですよ。なので最初の段階で同じ額なんですけど、築年数が経てば経つほど賃貸の場合、賃貸で同じものを借りた場合ってもっと安くなるんですよ。でマンションの価値って基本的に買った瞬間ずっと下がり続けるので、そういう意味ではその本当にまあ土地のいいところだったら価値上がるんですけど、そうじゃないところだと価値が下がるので、そこまでちゃんと計算すると賃貸の方が実は得っていうパターンは結構あるんじゃないかなと思います。そう、まあね、あの修繕費とかね、固定資産税とかいろいろかかるお金もあるので、あのなんだろうな、本当に申し訳ないんですけど、こういうところであのコメントを書いて相談するぐらいのレベルの情報量の人って家買わない方がいいと思うんですよ。あの多分日本で家買って得する人って金融資産で1億近く持ってる人か不動産業界の人だけだと思うんですよね。あの要は駅地下で23区内ですみたいなところで、じゃあ1億ですみたいなのでポンってお金払える人はあの価値が上がると思うんですよ。でもそのなんか貯金1000万2000万円しかないですっていう人がローンで借りれるレベルのって、要は誰でも買えるものだから、そんなもの得するはずないんですよ。だって誰でも買えるのが得するんだったら金持ちが先に買い占めるじゃん。要は金持ちが得しないなって思うものが庶民に出回ってくるんだよ、言い方もあるけどね。要は金持ちが得しないと思ってるし、不動産屋も得しないと思ってるものが初めて庶民向けに出てくるのよ。なので庶民がそのすげえ頑張ってお金払ってローンを払ったとしても結果大体損するのよ。あの全員が損するわけじゃないよ。たまに得する人もいるけど、それはそのパチンコやって得した人もいるけど9割の人損してるよねっていうのと一緒で、基本損します。なのであの土地を買うとかマンションを買うとかっていうのをあの金融資産1億ない人が言ってる時点で、あ僕は失敗するなと思って見ています。はい。
ただその特殊条件があって、あの要はこの場所に住みたいですとか、この家が好きなんですっていうのってもう趣味なので、でそれは別に好きにお金払えばいいと思うんですよ。でもそうなんかめちゃめちゃボロボロのマンションだけど海が見えるから僕はこのマンションが好きで一生ここに住んでいきたいと思ってますってんだったら、それは別に好きに住めばいいんじゃないのって思うんですよ。なのであの得しますか損しますかとかっていう金融って話じゃなくて、僕はこの家が好きですっていう趣味で買えばいいと思うんですよ。なので足立区で物件買うとか本当狂ってると思うんですよね。はい。